Hey Tube! Welcome to my channel! 皆さんこんにちは、ヤナサビーです。はい、いきなりちょっとガンプラを作ってる皆さんに質問なんですが、ガンプラの制作環境って皆さんどんな感じなんでしょうか？もちろんね、人それぞれ違うっていうのはわかるんですけど、やっぱりね、私的にはかっこよくて、かつ、機能的なものがすごく理想なんですよ。というわけで、今回ね、ちょっと、今回っていうか最近、ちょっといいものを買ったので、そちらを皆さんに自慢していこうと思います。はい、まずこちら。はい、こちらね、ペン立てなんですけど、これ、6本用と12本用が、売ってて、私は12本用を買いました。私の場合ね、ちょっと、タガネを立てるものが欲しくて、で、こちらを購入しました。じゃあ実際にタガネを立ててみましょう。はい、いかがでしょうか。いや、良くないですか。これね、もうサイズがぴったりだったんですよ。で、ここね、ちょっと2本余っちゃったんで、私は暖房置いてるんですけど、いや、見やすいと思うんだよね。自分の必要なものがパッと見でわかる。これね、すごい大事だと思うんですよ。で、ちなみになんですが、こちらの白、紫、茶色。はい、こちらのね、3本はなんと自分で塗装しました。なんかね、タガネホルダーって7色しかなくて、で、私こう色で、感覚でちょっと覚えたいんで、ない色はね、自分でこんな感じで塗装しました。もうね、立ててるだけなんだけど、これだけですごい上手くなった気がする。あと、こちら、これはキャンドゥで100均で買ったものなんですけど、それを4つこうやって組み合わせて作ったんですけど、これね、1列、この1列で100円。で、これを4つつなげてるんで、全部で400円です。ここには、よく使うもの、ヤスリとか、ピンセットとか、本当にすぐこう、よく使うものをここに入れるようにしてます。これもじゃあ紹介しようかな。こちらもキャンドゥで買った、マスキングテープ入れとして売られてたもので、こういった感じでマスキングテープを収納してます。よくね、マスキングテープ使うから、こうやってね、収納ができて、かつ、よいしょ、すぐ使えるっていうのはね、便利です。これいいね。コンパクトで。で、最後になるんですけど、こちらはゴッドハンドニッパースタンドっていう商品なんですけど、ニッパーってよく使うし、こう、収納っていうかね、置く場所にすごい困るでしょ。だからこういうね、シンプルなものがいいんですよ。ほら。すぐ取れて、すぐかけれる。で、幅も、よいしょ。もうこれぐらいしかないんで、手元に置いてても邪魔にはならないんじゃないかなって思います。はい、というわけで以上が私が最近買った、便利収納グッズでした。やっぱこういうのがあるとね、こう見た目もすごいスッキリするし、作業効率が上がるんですよ。で、もしもね、皆さんが、これの他に、すごいこういう便利グッズあるよっていうのがあったらよかったら、コメント欄で、教えてください。で、一応ね、こちらの商品の、リンクの方は説明欄に貼っとくので、気になる方はよかったらチェックしてみてください。というわけで、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、See you next time! Bye!